はようございます。セブライフの友です。種豚くん移動ということで、種豚くん、まあ、まだ人工授精か精液採取もまだできなくて、本校ですね、母豚をこっちに入れての種付けもねまだできないので、まああと2ヶ月ぐらいかかるのかなというところで、はい。あっちのね母豚のケージの一番端に空いてるところに一旦種豚くんをね移したいと思います。はい。で、まあ、いずれね本校なり精液採取かよいしょできるようになるぐらいまでね大きく育ったら、まあここの4つも部屋があるので空いてるところでね、母豚との本校なり精液採取ができればなと思います。はい。なので、とりあえずね種豚くんは移動するよ、寝ないでよ、はい、移動したいと思います。はい、それではやっていきます。よいしょ。もうあっちのね、母豚のケージのところは開けてあるので、あとは種豚くんを移動するだけですね。よいしょ、オープン。はい、はい、行くよ行くよ、はい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 。まあ外には出たいはずなんで出てきてくれるとは思います。はい、出た。餌はなくても大丈夫かな、この竹の棒でツンツンしながら。はい、はい、歩いて、はい、歩いて、はい、挨拶ですね。はい、はい、じゃあプチ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 、すごい、はい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 、こっちですよ。はい、じゃあ次は右です。右です。あ、右。あ、早い。はい、下がって。下がって。下がって。ここは。下がって、はいはい。怖いな。ほっ。怖っ、鶏普通に鶏自分に向かって飛んでくるので怖いですね。下がってきて、タネちゃんこっちだよ、タネちゃんこっちだよ、タネちゃんこっちだよ、タネちゃん。まあまあ、うちなんもないので普通に出てきてくれると思います。タネちゃん、はいはい、はい、よくやった、はいはい、みんなの挨拶できたね。はい、そっち、はい、オッケー、進んでください、はいはい、オッケー、左に入ってください。はい、よくできました。ちっちゃ。やっぱ母豚と比べると全然サイズが違う。種豚くんでもね、多分110キロ、20キロぐらいはあると思うんですが、
こんなサイズ違うの。はい、ということでここをね竹とこれで締めていきます。はい、それでは一旦ジャンプ。はい、ということで、種豚くんのねよいしょよいしょ移動終わりました。やっぱねこう母豚と比べるとまだまだちっちゃいですね。はい、ということで、ここでしばらくね大きくなってもらって、またね時が来たら本領発揮してもらおうと思います。はい、ということで、今日は種豚くんの移動でした。ここでもここで触るとでもあれだな、この鉄の棒があるから軍手手が挟まって危ないですね。はい、まあまあ母豚は触らせてくれないですけどね、こうやって種豚くんは触らせてくれるので、はい、大きく育ってね。はい、お水もたくさん出ます。はい、それではバイバーイ。